ニューピアノスタディレパートリー1の、28ですね。ページは52ページ、53ページです。この括弧をやります。この括弧は、ドレミのこのどのところに手を置くんじゃなくて、場所がですね、よく見てくださいね。5の指とか右手5の指がレの場所になってますね。で、左は、レの場所の親指です。1ですね。これよく見てください。どっちもレから始まるんです。ここのね、これ真ん中の、どの場所ですけども。で、どっちもレの場所だけども、右手は小指でレって言いましょう。はい。小指でレ。ここから始まります。これね。で、左手は親指ね。1って書いてます。親指がレ。この場所になりますね。ちょうど端っこが、その場所ね。こう、どの場所じゃなくて、その場所、こっから始まる括弧なんで、今まで括弧、いや、弾いたことあるやって人は、もしかしてこっちで弾いてたかもわからないんで、ね。で、こっちが、これ破調状ね。こっち徒長調って言うんですけど、ね、場所違うところで、これを弾く練習と思ってください、これ。ね。で、徒長調だと普通はね、ここ、横横立てて、これシャープです。シャープがあるんですけれども、ね。これシャープあるかなってこう探したら、そうないです。まあ、たまたまちょっと黒い音まだ難しいんで出てこないんですけど、もしファがあったらこれは、ファは黒い音ですよってことです、これね。で、これ一番最初、まず、お手本でしょ、弾いてみますね、これね。今皆さん弾くんじゃなくって、まずどんな曲か聴いといてくださいね。で、もう何回も練習してる人はこれ見ながら、右とか左のこのリズムとかのこう練習しながら、ね、膝ポンポンしながら聴いてくださいね。まずお手本聴いてみますね。ですけれど、右でずーっと全部メロディー弾くんじゃなくて、で最後の方だけ、で左右っていうふうにメロディー映るところがありますね。最後のこの1段目2段目3段目、ここです。ここを気をつけて、こういうとこはしっかり左ね、右手音ないんですけれども、左しっかり右手にこう受け継ぐ感じにこう弾くといいです。じゃこれを見ながら皆さんはね、この膝をポンポンこうしててくださいね。で、私ここで弾くんですが、皆さんは膝で右、右、うのところを上げて、右、右、また上げて、で、両方一緒のところはこう、タン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 、こうやって膝の上ね、ここじゃなくて、実際膝の上で打つ練習をちょっと今やってくださいね。いきますね。膝打ちだけですよ。せーの。上げますね。上げます。はい、一緒にポン。左ばっかりポンポン。はい、右でね。はい、一緒。できないうちはまだまだ弾けませんので、これを、音楽聴きながらね、今の見ながら打つだけの練習をよくよくやってください。どうしても難しい人はこれ見ながら、まず右手だけね、タンタン、この手の打つ練習だけを先やったらいいです。これよくよくやっといて、左もね、こればっかりやって、それから両方の膝ポンやってね、そういうふうに練習してください。では、右手の練習ね。じゃそれができた人は、右手どんどん行きますけれど、まず読みましょう、これね。レの音、レーシー、ね。ドレミのこの場所ね。覚え方ですけど、5本線があるんですけれどもね。2本の上はラって言ってください。はい。2本の上はラ。5本線があるうちの2本あった、その上に乗っかってる、これラ。ね。3本の上はドって言ってください。はい。3本の上はロ。ラとドだけでも覚えておくと、あとはそこから数えていったらいいので、ドの上になってるの、ドの上は何でしょうか？レですね。じゃあ、レばっかり見つけましょう。音符が早く読めるようになるためには、同じ音ばっか探す。レ、レ。あと、レがどこでしょう。これ、レ。ね。で、最後の段、レがこれ。じゃあ、次、どう探しましょうって、同じね、音ばっか探す練習するとです。ドの音はどこでしょう。ここないですね。3本の上がド、これドですね。次のドはどこでしょう。こうやって探しましょうね。3本線がある。上がド、これド。これ違いますね、これね。これがどうですかね。3本の上がド。では、シを探しましょう。シはドよりもちょっと下なんで、ね。3本の上にあったドですが、ドの下は、これがシです。ちょうどね、丸い玉の真ん中にちょうど棒が串刺しになってます。これがシ。
同じ線探しましょう。C はこれですね。あとないですね。はい、C はどれでしょうか。これね、U ず探します。こう C、C、これも C ですね。C ばっか探します。3本目の線ですね。ここね。これ C、次は C ね。こういうふうに探す練習してください。で、さっき言った2本の上はラ、これね、ラを探します。ラはあと探しやすい。2本の上に乗ってたらラ、ラ。ここにもラかな、これ。うん。で、ラにもうちょっと下は何でしょう。これソ、ね。これソ、ソ。次にソは出てくるかな。最後ソ、ね。こういうふうな練習してみてくださいね。うん。では、右手だけ弾きますね。5の指がレって言ってください。5の指がレ。ここのレじゃないですよ。真ん中じゃなくて、こっち側。ね。じゃあ、ここから行きますね。じゃあ、皆さんは見ながら、レシウンとかドレミ言ってくださいね。まず言う練習ができてから弾きますね。もうそろそろ読めてる人はもう弾く練習してくださいね。じゃあ行きますね。せーの、レシウン、レシウン、ラソラソウン、ラララ。今ね、私がうんうんうんって言ったのここなんです、これね。これは全休符言いましょう。はい、全休符。この黒いかまぼこは全部お休みってことです。で、全部お休みなので、これはね、長い休みであったら3泊でも4泊でも何泊でもいいんです。多ければこの印になります。2泊だったらこの逆さまね、二分休符ってのあるんですけれどね、もう3泊以上はこの形ね、っていうふうに覚えてください。6拍子でも8拍子でもこれですね。で、ここは本当はね、左がレーシーよね、右がレーシーで、左に目で映っちゃってますので、うん。だけど、ここはちょっとお休みするってことね。では、左だけの練習しますね。左だけの練習ですが、一応読みましょう、これね。これ、右手ね、トーン記号の場所は、こっからこっち側です。低音記号の場所は、こっからこっち側ですね。だから、ちょっとはみ出て、こう来る、手がこう来るときありますから、これね。だから、真ん中の、ここの棒にね、真ん中って言っても、こう歌詞があるんで、ここが真ん中なんですけど、ここの丸書いて棒。これがドです。ここの真ん中のドですね。これよ、ちょっと上は何でしょうか。レです、これね。うん、階段でのこう上がっていくと思ってくるね。ドのちょっと上はレです、これね。うん。では他にありますか、探しましょう。これがレ、レ、レ。レ、レ、レ。これレですね。レ。ね、白いけども同じレです。長いレです、これね。じゃあ、ドを探します。ドは簡単、ド。ここです、これね。じゃあ、どの下は何でしょうか。こう階段と思って、どの下ってここですよね。これは C ですね、これね。どの下、C ね。ここの一番線の上だなと覚えてくださいね。他に C はここにありますからね。これも C。じゃあ C の下は何でしょうか。ね。丸かいとこ、棒のところ、これラ。他にラはないですね、これね。で、これは何でしょう。これもソ、ね。ソも1個だけしか出てきません。じゃあ、ここから読む練習皆さんしましょう、これね。私弾きますけど、皆さん、レー、ドー、シー、ラー、言ってくださいね。せーの。レー、ドー、シー、ラー、ソー。お休みです。次ね。レ、レ、レ、うん、うん、うん。レ、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 シー、うん、うん、うん。レー、ドー、シー、意外と難しいんです、これ。お休み、お休み、ね。弾いて、またお休み。弾いて、またお休みがよくありますから、これ。お休み、一回、うっかりこう言っちゃった人は、ちょっともう一回やった方がいいですね。もう一回だけいきますね、これね。一番最初、お休みなんで、うん、うん、うんが、また2回ありますからね。うん、うん、うん、もう一つ、うん、うん、うん、はい、読んで。レドシラ。その2段目、お休みね。はい。で、で、で、おやすみです。はい。で、で、はい、3段目。で、し、おやすみ。はい。で、ど、し、うん。私、こうやったところ、ここです。何も弾かないところありましたから。うん。これがまだできないうちは、ちょっとまだね、ちょっと両方難しいので、片手片手、ちゃんとしっかり読めるかどうかね。読んでるんだけども、あれ？こう、つっかえるようでは、まだまだ、そらそら読めるまでやってください。では、ね、両手やってみますけれども、慌てないでゆっくりね。
で、そのポジションなんで、どっちもここ端っこがね、ソにあるからよく見てください。ここソです、これね。こっちはレです、これ。じゃあちょっと弾いてみますね、これね。もしもう片手ちょっともうやっちゃってる人は、もう両手弾いてみてくださいね。いきますね。まず右手からこういきますね、これね。一回こう上げますね、これね。次はラとレが一緒。お隣さんいきますね。上げる。ここだけ難しい人は、ちょっとここからもう一回ね、泣いてるからいけますか。右はラ、左はレ。もし両手難しい人は、片っぽずつこう確かめておくようにしてください。そしたら弾けますので、いっぺんにこうね、やって、なんか違うとこ行っちゃわないよね。右はラ、左はレ。じゃあ、泣いてるからいきますね。ここから。はい。お隣さんね。ここ。もしここやって難しい人は、また右だけ、左だけ、また右だけ、左だけ、また両方あかんなーと、こう何回も片手片手片手こうやってみてください。あとはね、こうやると弾きやすくなるんです。こう、ここボール持ってるつもりギュッギュッ、これを途中ででもいいからやる。ね、ちょっとしょっちゅうしょっちゅうこうやっとってください、これ。で、またもう一回やってみるね。うん、またもう一回うまくいかなかったら、またこれやると、弾きやすくなります。じゃあ、二段目いきます、ここね。どっちもそのポジションありますか、これね。右手は2の指がラです。ここからいきますね。一緒ね。次 C。 一緒。そうそう、次は3段目はこっちが先ですね。でメゾボルタなのでしっかり弾きますね。はい、右手さん。はい、一緒。最後はちょっとちっちゃい感じしましょう、こうね。というふうに、まあちょっとずつね、リズムができたかな、読めたかな、片手弾けたかな、じゃあ両手弾ようかな、とこう積み上げてね、練習を、ちょっとずつゆっくりゆっくりしてください。一日で全部両手するんじゃなくって、何日かかけてやってみてください。